ケイさんは人によってトレーニングやり方は違うと常々おっしゃっていますが、単純に筋力を上げるという目的でもそうですか素人の感覚だとやっぱり万人に聞く正しい方法があると考えてしまいます。うん、ないと思います。単純に筋力を上げるだけでも、いろんな方法でできるんで、同じ角度で、同じ形で、同じ向きに重さを動かしても違う作用がその人の体に起きるんで、当然、スタート地点が全員違うから、同じ重さを10回ずつ上げたとしても、全員が毎日同じ回数を上げたとしても、結果は変わるんで、こういう風にやれば強くなりますっていう、 大枠はみんな一緒でいいいと思いますよじゃあ、それをみんなが正しいと思っているそのやり方をみんながやったら何が面白いのって話でしょスポーツ。思わないそういう方法をよりより効果が高いものにより自分が目的とするスポーツだったり動作だったりそういったものにより最短距離でたどり着くために必要な動作とか感覚とか出力の方法とかっていうものを考えて誰よりも早く効果を出すっていうのが目的じゃないのって俺は思います。だから全員違い 同じことやってて同じセット同じ重さ同じメニューやっても効果は全員違います。そして同じメニューやったって俺はその同じメニューやってるやつより強くなる自信があります。だから同じじゃないです。残念。